歯があるかないかで全然やっぱ健康度が違うんですよね。本当に侮らない方がいいと思います。虫歯や歯周病など放っておくと命に関わるかもしれないお口の健康、知っていたら健康寿命が延びるかもという役立つ情報をキャッチします。月に一度のデンタルキャッチ、お口の健康、歯について専門家にお話を聞きます。今日もスタジオにはアップル歯科クリニックの吉見先生にお越しいただいています。先生今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ではですね、早速テーマいきましょうか。こちらです。今日は予防歯科で健康寿命が延びるというテーマなんですが、早速なんですが河合さん、ちょっとこちらの言葉を見ていただきましょう。どうぞ。8020運動と読みます。あ、そう読むんですね。8020なんです。これ知ってます？見たことはあって、なんか80歳がキーワードだったことは知ってるんですけど、はいはいはい、80で20が何だろうって、はい、思ってました。じゃあ、はい、ここを吉見先生に答え聞いてます。惜しいところで80歳は完全に当たってまして、はい、で元々28本ある歯のうち20本あると、まあ、歯も壊れにくいし、よく噛めるし、健康寿命が伸びるっていう、まあ、それを奨励する運動ですね。もともと歯は28本あるんですね。あるもの、はいはい、80歳になっても20本あればいいよね。で20本残していこうよということですけれども、ね、これ、はいはい、こちら1989年、まあ、30年前は、まあ、やっぱりこう歯抜けてたんですね。やっぱり入れ歯のイメージだったと思うんですけども、はい、7% ぐらいしかできてなかったのが、まあ、今はだいぶね、こう歯も良くなってきて医療水準も上がってきたので、まあ 51.2% で約半分の方が8020達成してきてるんですよ。これすごいことで、これはやっぱり、はい、歯医者さんに行くのがみんな習慣づいたとか、そういう背景、まあ、やっぱ対策も分かったし、健康意識もちょっとずつやっぱ上がってきてるんだと思うんですけど、まあ、他の国とかではもっと高いところもあるんで、まだまだそうなんですね。はい、あ、ということをもっと上を目指していきたいなというところでもありますよね。さあ、そしてこの歯が抜ける理由っていうのは、この半年間本当先生にいろいろ教えてもらいました。歯周病だったり、あとは虫歯で歯がそもそも折れてしまうということも考えられるということでしたが、はい、じゃあ80歳までこの20本の歯を守っていくには私たち何をしたらいいかというのをこちらにまとめております。どうぞ。まずは先生、やっぱり歯磨き。そうですね、やっぱりきちっと僕らから見ても磨けてるっていうのは一つ大事だと思います。なるほど。そして糖分の摂取制限、まあ、虫歯のことを考えたらやっぱり糖分どんだけコントロールするかでやっぱ違いますから、まあ、そこはやっぱりちょっとしっかりご本人しかできません。糖分っていうのは甘いスイーツだけにかかわらず、まあ、ちょこちょこ食べたりとかね、まあ、やっぱりコントロールしてくださいってことですね。そしてこちら3ヶ月から4ヶ月に1回の定期検診が大事と。はい、これは主に歯周病の方になるんですけど、定期的にクリーニングすると歯周病ってかなりストップできるので、まあ、そういう習慣をつけていただきたいなと思います。このコーナーでは先生に虫歯、歯が痛くなってから来るんじゃなくて予防のために歯医者さん行ってくださいよというのは何回も教わっているんですけれども、はい、その、ね、この定期検診の様子もございます。ちょっと VTR 見ていただきましょう。はい、これが定期検診しているところですね。クリーニングであったりね、まあ、やっぱり本当に車でも家でもそうですけど、チェックしてちゃんと維持するっていうのがやっぱ大事な意義になりますね。車検ありますもんね、車検ね。別に車の調子がパッと見悪いわけじゃなくても車検っていうのは2年に1回でしたっけ、はいはい、来るもんですもんね。そうか、あの感覚になるといいですね。なるほど。別にどこか異常があるわけじゃないけど、とりあえず歯医者さんに見てもらおうという感覚が習慣づくといいなと思うんですが、じゃあこの定期検診どんなことをできるのかというのをこちらにまとめております。まずは虫歯噛み合わせのチェック。そうですね、まあ、僕らまず見て、まあ、問診して、おかしいとこはないか、でおかしいとこあったら先に対処しますね。そしてクリーニング。はい、歯周病はやっぱりちゃんとクリーニングしてあげて、まあ、綺麗な状態維持する、ご自身でもできるようにしてあげるっていうのが大事だと思います。でさらに口腔がん発見の可能性もあると、
前にね、あの芸能人の方で口腔がんがなかなか見つからなかったっていうので、うん、そこからやっぱりそういうところもちゃんと見るっていうのもありますし、さっきの歯周病とも関連するんですけど、結局歯周病って血管なんか入っていくので全身回るんですよね、歯周病菌が。でそれが糖尿病もともと関係あるって言われてたのと、今年僕も初めて知ったんですけど、今年の論文でアルツハイマーにも悪影響あるっていうのがこう出たので、健康にねボケずにするにはやっぱりクリーニングっていうのは有効だと言われてます。なるほど。だからやっぱりこの痛いなとか異常を感じてからではなくって、はい、やっぱり河合さん定期的に、はい、歯医者さんに行く習慣をつけないといけない。どうですか河合さん自身。どうしてもやっぱりあの幼い頃のね、あのウィーンっていうかあの恐怖がどうしてもトラウマになっていて、はい、やっぱり本当に痛くならないといかない感じなんですけど、うん、それはいけないんですね、うん、もう考え方を変えて、ね、むしろ健康な方に生きていただきたいとは思っています。わ、はい、かりました。本当に気軽に定期検診って行ってもいいという認識で、はい、いいということですね。はい、本当、この1年ですね、先生にはなんか、あ、今まで全然あの盲点やったなと、全然気を使っていなかったなということをこの半年間か教えていただいたんですけれども、はい、改めて番組ご覧の皆さんにメッセージございましたらお届けください。はい、はい、そうですね、やっぱり2つ言うと、やっぱりちゃんと歯の知識を持っておいて、うん、あの悪くしないようにあのキープするっていうことと、今日のお話になりますけど、やっぱ定期的にチェックして長持ちする、まあ、歯ってどうしてもね、こう年齢の例って歯が冷えるって書くんですけど、まあ、悪くなりやすいんですよね。ここをきちっと維持して、まあ、健康な体を持っておくっていうのは非常に大事かなっていうのが終わりまとめになります。年齢の例は歯が冷える、なんか、はい、そうなんやって感じですね。ハッとしました、はい、本当にあの治療じゃなくて、まあ、治療もですけど予防のためにまずは行きましょうというところです、ね、はいはい、ぜひお願いしたいです。はい、今日もアップル歯科クリニックの吉見先生にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。